こんにちは、ライムです。ということで今回はラビリンスダンジョン、水属性、新ガチャ、性能解説していきたいなと思います。ちょっとね、遅くなってしまったんですが、忘れているわけではなかったんですよ。当日もちろんね、動画をね、作っていたんですが、他のことで、もろもろで忙しすぎて、無理でしたので、ちょっと、はい、申し訳ないですが、やっていきます。今回ピックアップがドクターモグとキスティスということになっております。まあ、このね、ラインナップだいぶ FF アルケレポート読んだ時点から強気だなと思ったんだけど、どうなんでしょうね。よっぽど強くない限りは回されないかなと思うんですが、まず今回ね、そんなドクターモグに新しい専用アビリティ追加されました。これ第3専用アビリティだね。ドクターモグのスイカということで、対象単体で6回連続の水属性魔法攻撃、ついに全属性アタッカーだと思われていたドクターモグにですね、普通のシンプルな6回攻撃の水魔法攻撃が追加されたという感じになってます。なんで、もうこれが実装された時点で普通の水属性アタッカーとして考えることができるんで、今までね、ちょっと、専用アビリティの攻撃回数が低いとかっていう問題で、まあ採用に至らなかった人とか結構多いと思うんですよね。装備は揃ってるけど、まあ他のキャラの方が強いかなみたいな感じだったのが、まあ、今回の専用アビリティ追加によってですね、まあ、新しい必殺技を仮にね、取らなかったとしても、まあ、アタッカーとして、採用する方も中にはいるんじゃないかなと思うんで、はい。そんな感じのドクターモグ、見ていきましょう。まず、クリスタル神器、まあ、基本はですね、やはり、全属性対応っていうところは変わりませんので、もちろん、今回のね、水属性の専用アビリティが追加されて、用が、されまいが、他の属性で使えることには変わらないというとこだね。で、クリシンに関してもやはり全属性攻撃になってて、変わってるところで言うと、味方全体の魔法攻撃のダメージ一旦アップしようっていうところかな。まあ、これ別に、言うて効果アップしようなんで、これ使ったからといって劇的になんか変わるとかっていうことはないと思う。本当に、ギリギリの場面でこれ使ったおかげで、勝てましたとか、それぐらい。普通になんか狙って使わないとほぼ変わんないかな、体感としてはきっと。なので全然これクリスタルフォース使わなくてもただのアビレンダでもいいと思うぐらいの性能かな。はい。で、あと追加されたのでこれかな、ドクタームーンの第二究極神技ですね。はい。今までの究極神技は全属性、味方のまとっている、人数が一番多い属性まとい付与だったと思うんだけど、今回はもう水属性特化型の究極神技ということになります。一定時間味方全体の水属性攻撃の待機時間を短縮する、一定時間水属性まとい重式台というところなんで、一番やっぱいいのはこの唯一無二の一定時間味方全体の水属性攻撃の待機時間短縮、これでかいね。今までにない性能になってます。この待機時間短縮がどれぐらい、半分なのか3分の1なのかわかんないけど、まあ強いね。これあらゆる待機時間短縮との重なってくるんで、もちろん、モグとかの一定時間魔法攻撃の待機時間短縮とかとも重なってくるし、なんならね、エアリスとかの物理攻撃の待機時間短縮も乗っかってくる。まあどっちにしろモグは魔法運用なんで、まあ、エアレスと一緒に使うことはないと思うけど、一応重なる。あともちろんアレグロとかね、とも重なってくるし、ウララの2ターン待機時間短縮とか、そういったものとも重なってくるというようなものになってます。はい。で、あと、追撃に関しては水属性アビ3回使用時に追撃ということで、内容が限界突破可能なダメージ。まあ、もうほとんど、この待機時間短縮の方に力を使ってる感じなんで、追撃はまあ、本当におまけ。3回に1回だけ10万のダメージが出るよっていうだけなんで、まあ弱い、正直全然この追撃に関しては弱めかなと思う。で、今回追加された専用アビリティの内容で見ても、まあ他のアタッカーと変わんないね。3回使用すると威力が上がって限界突破レベルが1アップするよという内容です。はい。で、この究極神技仮にね、他の属性で使いたいっていう場合も問題なく使えます。一応使えるし、このモグの専用アビリティが全て水属性含まれているので、もちろんモグの行動に関しては全て水属性攻撃扱いだから待機時間短縮も乗っかってくるということになります。
はい、まあ、ただ他の属性で使いたい場合には他の必殺技で属性まといを直さないと、まあ、いけないっていうのがもちろん難点として出てきますが、一応使えないことはないということになります。はい、で、あと第2計画今回実装されたんですね。まあ、はい、フルカタストロフィー、こちらがですね、自身の魔力と精神アップ大で、自身に味方のまとっている人数が最も多い属性まといということで、こっちは水属性限定ではないということで、全属性まといタイプで、モード1の内容が黒魔法召喚魔法アビリティ使用時に追記モグマジック敵単体6回連続の全属性魔法攻撃、これ結構強くないって思ったんだけど、まあアビバイスちょっと低めなんだろうなとは思うんだけど、これ攻撃するたびに6回攻撃打てるんで、まあモグのね、全属性アビの攻撃回数の少なさをここでカバーしてるっていう形になってくると思います。で、モード2の追撃として歴史章の教え、これ1回までのもので、1回使うとモード1に戻ってくれるタイプで、一定時間味方全体の全属性攻撃力レベル3段階アップということで、これかなり強そうだね。最近のドゥームズデイとか、なんか属性耐性というよりはむしろこっちに対する属性攻撃デバフの方が多い感じがあるんで、そういったところで使えてくで、なおかつ全属性対応っていうところもあって、ちょっとね、後半ダメージが伸び悩む、デバフ食らって伸び悩むみたいな場面においては、このドクターモグ使ってバフでね上書きしていくみたいな立ち回りもできると思うんで、まあ一定時間っていうところもポイントだね。まあ総合的に考えてドクターモグを結局パーティーに入れるかどうかっていう話は当然出てくるんですけどね。はい、でちなみにですけど、第一 D 格どんなんだったかっていうと、あれ天命の召喚師が出た時に実装された第一 D 格だったんで、モード2がね天命の共鳴人数に応じた追加効果みたいな感じで、あんまり汎用性としては高くなかったんだよね。ちょっと使いどころ限られるみたいな感じだったんで、ここに来て第2 D 格で汎用性の高いものを追加したっていう流れだと思います。はい、で、こちらのですね、同カテゴリー内の覚醒モード内の優先度順で見ると、歴史書を召喚覚醒モードになってるから、水覚醒とかね持ってるんですよね、ドクターモグ。水覚醒と併用してあげると確定4回攻撃になったりするんで、手持ちによってはね、そういった、組み合わせでも使っていけるぞということになってきます。はい、ということで、まあドクターモグの総評ということになりますが、まあ、今回ドクターモグに関しては水属性メインの全属性アタッカーに成長っていう感じになってくるかな。特化したちょっと水属性側に、で、まあ、端的にまとめる良さをまとめるとですね、まず究極審議で水属性の、味方全体の短縮ができたりとかで、第 2D 格で全属性攻撃力プラス3、あとさっき言った通り水覚醒とかと併用しても確定4回攻撃になったりっていうところの相性がいい。でなおかつ2ゲージ戦技持ってるんだよね、何気にドクターモグって、まあ、今回の復刻で入ってんのかな、2ゲージ戦技が。そう、これ復刻で入ってるんで、まあ、今回のガチャ回す人は一緒に狙っていきたいなというところ。あとついでにですね、トランスマテで HP が少なくなった時に全属性ダメージアップのマテリアも持ってるんで、あのウォルと一緒のやつかな。はい、ということになってきます。で、この状態で他のキャラと比較してドクターモグって結局強いのかっていう感じはする、あんの強いのかっていう話になってくるんだけど、真面目に考えるとアタッカーとしてなら普通にストラゴス超えたような気がするんだよね。まあ、その他、何の変哲もない普通の水属性魔法キャラくらいなら、まあ、超えてきたのかなっていう感じがします。ただね、もちろんストラゴスには水属性チェーン役っていうね役割もあったりするので、ドクターモグにはチェーンはないからね、その辺で結局今までストラゴスずっとチェーン役として使ってきたっていう人にはどっちにしてもあのドクターモグの席はないと思うので、手持ち次第かな。そもそもストラゴス使ってねえぜっていう人とか、あとちょっと自分の手持ちの水属性キャラ微妙だったんだよねっていう人は席替えの可能性も出てくると思うんですけどね。はい、でもちろんドクターモグは今回のね、あの水属性特化したとはいえ、別のもともとは全属性で戦っていけるキャラなんで、まあ、それも考えてですね、あのドクターモグが引くかどうかっていうところを考えてもいいと思う。まあ、最近ちょっと全属性アタッカーとしては弟子が強くなりすぎたので、まあ、その辺のね
まあ汎用性も考えると、結局じゃあ全属性アタッカーとしてなら弟子の方がよくねってなっちゃうから、まあ水属性にあえて特化させたのかなっていう感じもしますが、はい、まあそんな感じだね。で次はキスティスになってきますが、キスティスはクリシンでちょっと変わったことができた気もします。はい、これ使うたびに攻撃防御魔防を短時間ダウンがくっついてるというだけ。まあ火力出したいとき2回持続できるから、短時間でもねそれなりの時間には一応なってくれる、一定時間まではいかないけどって感じだと思います。うん、だから味方全体の底上げだね、クリスタルホースで。であとですね、今回第2究極神技追加されました。何気にね毒の究極神技しか追加も持ってなかったんで、水の究極神技としては初ということになる。でこちらが内容としては、3回使用時に味方の8シリーズの生存人数に応じた追撃で、味方全8シリーズの生存人数3人以下だった場合、味方全体の水浴びのダメージ3ターンアップ中、4人以上だったら全属性浴びのダメージ3ターンアップ中っていうことなんで、これもちろん属性ダンジョンでも、天命でもね、どこでも使っていけるっていうバフの内容になってます。まあこれ自体は別になんだろうな、特別他のキャラと比べて何かが秀でてるっていうわけでもないかな。まあ他のキャラ水準といった感じになりますかね。まあ無難な究極神技という感じ。そして今回、まあ、D 角は復刻なので割愛で、 LB チェーンに関しても、まあ、他のキャラと変わんないんで割愛で、変わったところで言うとこれだね、第三覚醒かなが追加されたと。こちらマイクロミサイル、味方全体の待機時間2ターン短縮、カードマスター覚醒モード、これ新しい覚醒モードですね、専用のやつで、自身が水毒属性アビリティ2回使用するために追撃バブルショック、一定時間敵単体の水毒耐性を1段階ダウン、短時間防御魔防精神ダウンで、攻撃するたびに追撃で専用の追撃バブルトキシンが発動するということで、これ水属性だけではなく毒属性でも使っていけるので、他の覚醒ともちろん併用することもできます。他の覚醒と併用すると実質確定3回攻撃とか、あと D 角とね併用することによっても確定3回攻撃とか、そういったことに確定4回攻撃になったりとか、そういったことになりますし、ちょっと防御魔防精神デバフ健康一滴の対策で悩んでるぜっていう方も、まあ、これ使えばね、あの上書きでできるんで、はい、特に、バハムート霊式以降かなは、健康一滴2回使ってくるので、まあ、こういったねアタッカーとかが防御魔防精神デバフできると有利に立ち回ることができるんで、まあいいと思う。でキスティスは結構希少なね、毒チェーン役でもあり毒属性アタッカーでもあったりするので、こういったものを持ってると、まあ、使えるのかなとか、まだねバハムード霊式の毒属性とか勝ててないよっていう人はあっても良さそうな感じはしますね。もちろん他のキャラでもできるけど、はいって感じかな。はい、ということで、あの長々と語ってきましたが、まとめいきたいと思います。今回のガチャについては、まあ不人気キャラ2人っていう印象は当然あるんだけど、ドクターモグがここに来て水属性に特化してきた、もちろん全属性でも使えるんだけどっていうところが一番のポイントかなと思う。で、ドクターモグの良さで言うと、まあ、先ほどもまあ言った通りですね、味方全体の水攻撃の短縮と、あと全属性攻撃力プラス3にできたりとか、あと2ゲージ戦記持ってるよとか、全属性ダメージアップのマテリア持ちだよっていうところになってくるから、ちゃんと今回の新しい装備をガチガチに揃えてやれば、既存のまあ弱めの水属性アタッカーは悠々と超えられるぐらいの性能を持ったよっていう印象かな。まあそんなにそもそも水属性魔法アタッカーいないけど、どんなアタッカーがいるの、どのキャラが強いのっていう話については最強キャラランキング動画を見てほしいなと思いますが、うんって感じ。少なくとも水属性アタッカーで見たらキスティスよりは強い、ドクターモグの方がかなし、ストラゴスよりも強いしみたいなところかなと思いますかね。まあストラゴスチェーンあるんだけどさ、はい。で、キスティスについては、まあなんていうの、本当にただ順当強化というか、うん、まあ何の驚きもなく別に第三覚醒もさ、
まあ、特別、何かが、ね、新しい何かが追加されたわけでもなく、まあ普通かな、普通、まあドクターモグ狙いでキスティスも揃ったらいいよねみたいな感じかなと思いますね。一応キスティスが毒属性も対応してるから、まあ、今回キスティスも当たればね、あの毒属性ダンジョンでも使っていくことができるよとかそういったことがあるんで、ぐらいかな。なんで、まあ、正直今回の感じで既存の水キャラとかちゃんと揃っていれば、また一から集める必要性もないのかなっていう感じ。新規勢向けとか、あと水魔法がそもそも薄い方向けになってくると思う。はい。で、何気に第2弾のガチャにゴゴとかセラとか入ってるんだよね、レイラ。こっちもレイラも水と毒両方対応できるキャラだしね。っていう感じがあるんで、まあ正直キスティス揃えるんだったらもうゴゴ揃えた方が絶対いいし。ってなっちゃうしね。で、セラ自体も、あの、専用アビリティとかでもね、まあ、この D 角とかでも、水属性デバフできるしみたいなところで、まあ、正直2段の方が良さそう。身も蓋もないこと言うとで、普通に堅実に攻略していくのであれば、まあ、2段の方が良さそうかなっていう気がするんで、まあ、その辺は皆さんの手持ちと相談してみてください。はい。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。